炭治郎。妹が人を食った時お前はどうする？はーん。妹が人を食った時やることは2つ。1、妹を殺す。2、私は腹を切って死ぬ。だがしかし、これは絶対にあってはならないことなのです。罪なき人の命を私の妹が奪う。それだけは絶対にあってはならないことなのです。鬼になった妹を連れて行くというのはそういうことです。そうですよね、鱗滝さん。判断が早い。がキモい。ぐぐぐちぱー。